最強ビール最強つまみ、イエー。今日は酒盛り晩酌ではなく最強ビール最強つまみです。なぜなら新しいビールが手に入ったからです。そして掃除はやります。11分スタート。11分30秒まで、シークバーを動かしてください。11分の掃除やだな、本当に。制約と制約、あなた方は、制約を受けません。自分だけが制約を受けます。今日はね、天上天下唯我独尊の男に、注意して顔面骨折した高校生に、この漫画見たらいいよっていう、そのおすすめの漫画をねお知らせしようかなと。掃除しながらね、清志木の4年生を見てください。清志木の4年生、しかもそれ、まあね、それはね、なんていうか、さらなる、石橋を叩いた結果、結局そうなっちゃったっていうパターンの話で、今回の話とは全然違うんですけど、全くね、危険察知的なものと、あとは、法律は、起こる段階では守ってくれない。起こった後で法律が動く。だから、法は機能しないんです。清志木の4年生をおすすめします。あれを見るとわかる。っていうか、多分親の教育が良すぎたんだね。そこまで優等生に育て上げたっていうのはやっぱり親の教育の賜物だよ。親がね、ものすげえいい教育しちゃったんだよね。野生児を育て、いろんな教育方針あるからもう、しょうがないかなと思いますよ、本当に。人はこうであれ、みたいな。ものすごくいい教育をしたんでしょうね、親がね。その結果ですよ、これは。いや、親が悪いとかではなく、理不尽を教えてなかったんだね。この世の中には話せばきっと分かってくれるみたいな、話しても分かってくれない人がいるみたいなことを教えなかったんでしょう。もしくは教えたとしても親の教育が良すぎて、いや、そんなことはない、みんな、もうなんていうか、意思の通じる人たちは話せば分かってくれると、自分が喘息であってその場にいられないから、注意ではなくお願いで誰でも聞いてくれると。これまで誰でも聞いてくれたと。誰も、聞いてくれなかった人はいたかもしれないけど、ひどいことはされなかった。その経験則で、目の前にいる初めて見るのは前提ですよね。でも、話をすれば分かってくれるだろうと。分かってくれなくても攻撃はしてこないだろうと。卓を外したんだよね。そのニュースを見て、同情のコメントが腐るほどあって、まっすぐ育っちゃったんだなと思ったんですよね。人を信じる大事なことだっすね。でもな、優先席に
占領して横向いて寝転がってその上でアイコス吸ってた男に対して話せば分かってもらえるって思ったのか。それやっぱすごいわ、親の教育が。それはすごい。自分はその場に居合わせたことがないな、そのレベルの人には出会ったことがないわ。だからその天上天下唯我独尊の人に対して何と言ったらいいのかってことなんですよね。やっぱあれだね、あの4年生が一番いい、あの清志目の、いや5年生か、すいません5年生でした大学は4年だったから5年だ。清志目の5年生見たらいいわ。まあ、あの不倫とまではいかないけれども、その憧れを持って教授に接していて最終的に妻に刺されるっていうね。だからその自分にとってのグレーゾーンでも相手にとってはもう全くの、まあ、ありえない話、相手を殺してしまいたくなるほどの衝動を抑えきれないほどの憎しみが、だから人の価値観なんですよね、それは。で、そこに法は存在しない、法は守られない、そういう話です。だからマジで 5年生、清志目の5年生をおすすめします。まあ命があってよかったね、本当にそう思うわ。やり直せるというか、なんか一つ学んだと思う。人はたくさんいろんな人がいるっていう。そうなんだよな。あの事件はすごい話し合うべきだと思う。なぜ彼はこんなにもいい人に成長してしまったのか。いい人というか、なんか曲がらずまっすぐに育ってしまったのかな。いや、だからいじめとかもなかったんだろうね。この学校内でね。学校内でいじめなんてあったらもうちゃんと性格曲がりますからね。人間、正しくね。正しく曲がるわ。だから、いじめない学校だった、それ。だから、社会がね。よし。まあ。掃除してます、ちゃんと。少しずつですけど。床にゴミがこびりついてる。あと1分56秒。やったぜ。まあ、今回の事件は本当にね、長く話し合っていいと思う。
すごい議論した方がいい、今回の事件は。めちゃくちゃ複雑な話だ。もう掃除したくないな。あと45秒。いや、掃除するところがいっぱいあるから掃除するとこないなんてことはないんですが、掃除するところありまくるんですが、もうそろそろなるか。どう？あと15秒。よし、終わり。11分間の掃除終了。清下区の5年生語ってたらすぐ終わった。ですね、まあ、最強ビール、こちら、パーフェクトサントリービール、PSP、誕生、糖質ゼロ、これ絶対まずい。わかる、それはわかる。で、木桜、悪魔のビール、普段は怖い悪魔たちもうますぎてついつい飲みすぎてしまう悪魔のビールです。ホップのトロピカルな香りとしっかりとした苦みが楽しめる赤い色のビール。じゃ、これはあれだな。グラスに注がないとダメだった。で、これな、ロング缶しかなかったんでしょうがないんですが、カオルエールダイヤモンドバッグが初仕込み、絶対うめえ。絶対うめえやつからの、こちらです。ダイヤモンドバッグが初仕込み。もう、これにしようかな。限定醸造。これにしようかな。どうしようかな。いや、どうしようかな。ちょっと困った。のり巻きせんべい、このカツオだし醤油が気に入った。で、ボイルホタルイカ。ボイルホタルイカ。で、のどぐろ握り。握り。寿司。また寿司。毎日寿司。職人のカフェラテ。と、タピオカミルクティー。まだあと一本。あ、これはまあ、以前飲んだことがあって、うまかったんで、もう一回買いました。フルーティーエール。こいつはうめえ。間違いない。おすみつき。ということで、まあ、寿司行くか。その少年の勇気を称えるコメントがすごいんだな。まあ本当によく。まあでもまあコメントの中にあれなんだけどね。称えと同時になぜそんなことをしたのと。その同時に言う人が多いわけじゃないけど、そういう人もいる。まあ称賛に値すべきことをした。一般論外れてると思うんだな、相手が。寿司、のどぐろの、これはサムネスか。よし、わさび入ってないよね、多分ね。わさび入れよう。何を飲もうかな。これいくか。ちょっともう、グラス開けるのめんどくさいんで、今日はこのパーフェクトサントリービールで糖質ゼロ、体験します。これは別に、なんだったらもう一缶開けます。いただきます。あ、いける。
うん、いけるいける。美味しいとかまずいとかじゃなくていける。糖質ゼロ、いけるか？ 慣れるといけるんだろうな。わさび、あらおろし。これ最高にうめえ。これ最高にうめえな。マジで。これは最高にうめえ。わさび、あらおろし、マジでうめえ、これ。最高。じゃあ、のどぐろからいこう。のどぐろの炙りで買うことに決めたんで。第一、この寿司ネタの大きさもまたなかなか取れないからね、のどぐろからいただきます。やっぱのどぐろは寿司で食うもんじゃねえな。やっぱ鍋だわ。間違いない。けど珍しくていいかもしれない。よっ。うわ！クラッシュ！甘エビ食べます。わさびが効く。わさび入ってる可能性ある。あ、わさび入ってました。2倍わさびにしよう。2倍わさ。サーモン。うまっ。ホタルイカも食べます。どこに置くか。この辺置くか。こうするか。よっ。よし。仕事が終わんねー。いただきます。うまっ。ホタルイカ久々に食った。この生のやつ。生じゃなくてボイルしたやつ。よっ。
これ中入ってるかな。まあ、入ってるかもしれないけど、わさびつけよう。マグロのたたき。いただきます。うめえ。これはうまそうじゃない？これうまそうだな。うまいぞ、これ絶対。うまいやつ、うまいイクラだ、これ。絶対うまいイクラ。絶対うまいイクラ。間違いない。いただきます。ウルトラシーが、ここシールが、オッケー。よし、そろそろ終わりにしようかな。のどぐろも食ったし、いいでしょう。あ、これはね、糖質ゼロのビールの中では一番うめえ。飲めるわ、これは。これはちゃんと飲める。このどんどん、あれだよね、本当にね、どんどん飲めるようになっていくかな。ここまでご視聴いただきありがとうございました。最強ビール、次回の最強ビール最強おつまみもよろしくお願いします。失礼します。